皆さんこんにちは、マックスの絵です。今日はですね、iOS13 から追加された機能っていろいろあると思うんです。過去動画でもいろいろ紹介してきてると思うんですが、でそんな中でもその最近気づいた、あこれめっちゃ便利じゃないっていう機能を紹介したいと思います。内容はですね、メモ帳っていうアプリが標準であると思うんですけど、あれ使ってる人すごく多いんじゃないでしょうかね。私もめちゃくちゃ使ってます。メモ帳の中に、自分のこう大切なメモとか、あとは好きだった記事のリンクとか、好きだったもう絶対忘れたくない例えば動画とかね、さまざまなもの、あとは個人的になんか好きな名言とか、いろんなものを自分のメモ帳に残してたりします。あ、他にもあれだ、カラオケでよく歌う歌のリストとか、あとは、よくいろんな番組をやるので、その比較的こう声をかけやすい人たちの名前リストとか、あとなんだろうな、毎年占いとかも行くんですけど、今年の占いの結果とかね、まあ様々なものを私はメモ帳に残してるんですけど、そんなメモ帳にですね、13から、iOS13 から、人を追加するっていう機能ができてたんですよ。気づいてない人のが多いんじゃないかなと思うんですけど、メモ帳のアプリを立ち上げると、画面の、スクショも出るかな、右上の方ですね、人のアイコンがあって、このアイコンから人を追加できる。で具体的にどうなるかっていうと、そのメニューを押しますと、でいろんな種類、例えば LINE でも招待できるし、メールでも招待できるし、それこそ Twitter でも招待できるし、SNS でも招待できる。例えば私が、リオナリさんを招待しますと、でリオナリさんに、メモ共有しますからおいでって言って飛ばすと、リオナリがはいはいって言って、それを承認すれば、受け入れればですね、お互いのスマホ、お互いの iPhone のメモ帳にお互い同じものがドンって生まれて、メモがね、で私がこんにちはって言ったらリオナリの方にもこんにちはって出るし、リオナリが、今日はいい天気ですねって言ったらこっちにもいい天気ですねって出るっていう、なんか共有されるメモ帳とか、共有されるなんかこうホワイトボードとか、共有されるこうデータ置き場とか、まあいろんなサービスがネットにはあると思うんですけれども、その iPhone の標準の機能、他のアプリをインストールすることなくね、もう腹からデフォルトで入っている標準の機能のメモ帳に、この共同編集って言ったらいいのかな、そういう機能が追加されてるっていうのはもうめちゃくちゃ便利なことだなと思って、私感動しました。いろいろ今後ねすごい使ってみたいなと思ってるんですけど、もっと細かい話で言うとですね、編集を許可する、その誘った人に編集を許可する以外にも、閲覧オンリー、勝手に書けないよと、見るだけですよって言って招待を送ることもできるし、個別に招待した人を、オーナー側は切ることもできるし、あとは何だろうな、その強調表示っていうのもできてですね、誰が、誰が更新した内容かっていうのを分かりやすいように色分けで表示をするみたいなこともできます。だから結構高機能、結構高機能で、あとはですね、最後に1個だけ機能で言うとしたら、最初にメモ帳を立ち上げたオーナーが、共有を停止する、共有をもう終了するよっていうふうにした時の処理、挙動、これも私好み、どんな感じで処理されるかっていうと、そのオーナーにはメモ帳が残るんですけど、じゃあ例えば私がこれにね、共同編集でリオナリさんを呼んだ、ハラミンさんを呼んだ、シゲさんを呼んだって、3人がわーっていろんなことを書いてたとして、オーナーである私がダンって遮断した時に、彼らの iPhone のメモ帳からデータごと消えます。残んなくなる、私だけに残るみたいな。だからなんだろうな、あこの人に共有したらあかんかったよなみたいな人のところに残らない。まあもちろん相手がね、その内容をコピーして別のところで保存してたら残っちゃうんですけど、その同じメモ帳の中だけであれば残らずに消すことができるって、これもとてもいいですね、とてもいい機能ですね。そんなわけで、他のなんかもうちょっと言い残したことあるかな。私は、iPhone のメモ帳を iPad もそうだし、Mac からもそうだし、まあ、様々なそのデバイスからアクセスしてで書いてるんですよ。で、どのデバイスでも常にそのメモ帳を見れるようにしてる人間なので、テストとして当たり前なんですけれども、iPhone で更新してどうだったかな、で、iPad で更新してどうだったかなって、当然それが共有してる人たちにもこう、みんなに反映されたから、これはすごい便利な機能だと思いました。あと、注意点あるな、注意点、一個だけ。使い方として、多分そういう使い方している人っていないと思うんですけど、その連絡先がリンクされてないとその招待できないので、不特定多数の人を誘うってことはできなくなってると思うから、あそれは安心か、安心か、問題ないですね。なんか一個懸念だったのが、 Twitter でその共同編集の URL を共有するっていうメニューがあったので、そのタイムラインとかにメモ帳をバンってね、その共有リンクを投げたことによって知らない人がバーって入ってきてトラブルみたいなことが起こったらどうしようかなって一瞬不安になったんですけど、
ちゃんとね、連絡先紐付いてる、iCloud に紐付いてる連絡先がありきでの招待だったから、そこは大丈夫かな。うん。まあ、万が一、そういう挙動になっちゃる、なっちゃうことがあったとしたら、バスンと挙動じゃないや、そのメモ帳の共有をバスンと切っていただければ安心だと思うので、まあ、気にしないでください。大体大丈夫です。まあ、以上です。本日は iOS13 の、まあ、新しい機能ですね。メモ帳を、共同編集できる、共有できる。まあ、編集できなくても閲覧でみんなにこう共有できるですね。っていう機能を紹介させていただきました。ぜひともですね、便利に使ってください。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。